どうも、北上さんでございます。楽譜読んでいきます。キラリですね。ハッピーゴールデンウィーク寝そべり配信のメコピ、ミミコピをいたしました。まず、最初のトピックはですね、今この青く選択表示されているこの音ですね。この音は左手の伴奏のフィフスが来そうな位置なんです。パーフェクトフィフスを弾きそうな位置で、パーフェクトフィフスの D 音ではなく、その半音上を弾いているシーンになります。ライブ演奏なので、これはもしかしたらちょっとミスタッチなのかなっていう可能性もなくはないんですが、これ以降何度もこの音が出てくるんですね。この音はキーから外れた音になります。ダイアトニックな音ではないです。発見の音ではないですね。リーディングな音です。ちょっと流してみましょう。早すぎてよくわかんなかったと思います。ここと、この3箇所、見えてる限りでは出てきますので、もう一回ちょっと耳を凝らして聞いてみてください。ここが聞きやすいかな。こんな感じですね。本来はここ半音下なんですね。これがフィフスなので、普通。それが半音上がってます。なかなかいいんじゃないですかっていう風な気がします。自分これ好きですね。読みましたるコード進行といたしましては、この曲の構成、A メロ、B メロ、サビとあるんですが、もう一個賑やかな A メロみたいな位置ですね、サビ後の回しみたいな、なんと表現すればいいのかちょっと難しいんですが、そういう部分があります。賑やか A メロと名付けましょう。A メロ、B メロ、賑やか A メロ、サビっていう風な4種類の構成になっております。その4種類のコード進行と、使っているテンションなんかを見ていこうかなと思います。まず A メロからです。こんな感じです。4番、3番、3ディミ、2番、2番のマイナーセブンスフラット5、1番っていうような進行で、2、3、4っていう風な動きをしてます。トピックになりそうなのはここですかね。3ディミニッシュセブンスが2マイナーセブンスに向かっております。全音下がっているディミニッシュです。全音上のディミニッシュは半音下のディミニッシュとイコールだなっていう風に考えれば、普通のディミニッシュだなっていう風に感じることができると思います。この音からこの音に、この音からこの音に、このボイスリードが美しいかなと思います。この C のこのシャープしてるのが半音下がって、E が半音下がってっていう、そういうリードが美しいですね。次のトピックとしましては、ここですね。2のマイナーセブンスフラット5に変身するところ。ルートが2から1っていうのは、こう、優しい動きだなっていう感じがします。このシチュエーションとしては5のセブンスのなんか、フラット13とかが来てほしいかなっていうようなイメージなんですが、あとは4のマイナー6とかかなっていうようなイメージなんですけど、これは2からっていう感じですね。似たようなコードだけど、こう大階が効くっていうような扱いで、4のマイナー6だとか、マイナーメジャー7だとか、
フラット6のメジャーセブンスだとか、この2の、マイナーセブンスフラット5だとかっていう、大階の聞くコードということで、ひとまとまりでサブドミナントマイナーっていう風に名前が付けられているコードのグループがいくつかあります。サブドミナントマイナーをやって、1番のトニックに向かっております。B メロの解説に入ります。もともと A メロのキーがシャープ2個のキー、D メジャーキーだったんですが、B メロはフラット1つのキー、F メジャーキーに転調しております。この2つのキーの関係は、フラット3つつく転調ですね。同種単調転調っていう形になっています。D メジャーキーが D マイナーキーに移動したっていうような認識で単3度上がる転調です。フラット3つついて単調になったと思いきや、2-5-1 と F メジャーキーで終始するんですね。なるほどっていう感じです。この流れですね、2-5-1-6っていう流れをやってます。実はなんですが、この流れはですね、キーまで含めまして何なんと全く同じ進行をしております。何なんの B メロも、Gm7th から、5番行って F メジャー行って D の C のをやってっていうような全く同じ進行で、ここから先も一緒ですね。2-2/5の F、B フラ、よいしょのよいしょっていうところまで全く一緒です。ここですね。何なんだとここマイナーナインスとかになってますけど、全く一緒ですね。ここの形が藤井風さんの曲ではよく出てきます。2からの3セブンスからの4メジャーセブンスっていうセブンスコードが半音ルート上がるっていうような進行ですね。3セブンスからの4メジャーセブンス、この進行が藤井風的進行として、自分の中で記憶されております。藤井風2-5っていう風に名付けてもいいぐらい、風さんの曲にはこれがよく出てきますね。そして次はこれは、にぎやか A メロっていう風に名付けた、部分ですね。一瞬サビかなとか思っちゃうんですけど、サビはどこにいたのっていうところからなので、ここはタカタタタタタタタとかそこら辺と同じ部分になりますね。あとどこにいたのの後半にもこのにぎやか A メロと同じ部分が出てきます。にぎやか A メロさんはですね、この曲のいろんなところにスポスポスポとハマってくるっていう面白い立ち位置になってます。4-3-6-7です。6セブンスはフラットナインスついてます。で、ここ2-5に見えますけど、見えるだけで特に何の関係もない疑似2-5ですね。4-3-6行って2-5-1という形ですね。で、2-3-4っていうなだらかな進行です。進行的には普通の進行をしております。ここからですね、 B メロを経まして、藤井風2-5を経まして、
どこにいたのに入りますサビです。4番3番、6セブンス、今までと一緒の流れですね。で2番5番2ファイブ1で1の裏コードして、1セブンスですね。1セブンしてまた4に行くっていうそんな流れですね。1セブンスのここがですねクラスターになってますので、ちょっと譜面が読みづらいような気がしますが、ここのシャープのシャープ表記を B シャープっていう表記を採用しました。変かなとは思うんですが、ここが長三度に変異した音だよっていうことを、意識したかったっていうそんな感じですね。あ、でもそしたらこっちの方がいいのか本当は。ミスりましたね。これこっちが正しいですね。全部シャープ表記で書いちゃいました。長三度の変異イコールシャープっていうちょっと固定観念がありました。ここミスですかね。C が正しいですね。A なので。A の三度は C なので、C のナチュラルっていうのが、C フラットからのナチュラルでシャープの意味みたいな感じです。何を言ってるのかよくわかんないと思います。飛ばして大丈夫です。で、例のですね、例のこれが出てきますね。4メジャーセブンスなのにフラット6が合いの手になってます。こことここなんですけど、ここの音ですね、ここの音はコードとしてはここはコードのフィフスになってるので、これはダイアトニックというか乗っかってるコードなんで、乗っかっている合いの手なんですけど、乗っかっていないのが2回も出てきてますね。ここだけじゃないんですね。他の場所でもいっぱい出てきます。4番なのにフラット6を合いの手にしてます。で、このサビのお尻のにぎやか A メロがくっついたところの、藤井風2-5をしてから向かうのが、藤井風2-5は半音上の4メジャーセブンスに行くんですが、これは素直に5度下の6番に行きまして、6マイナーではなく6メジャーセブンスでピカルディしてるよっていう形になってます。感想部分は特に言うことはないんですが、ここですね、ここ綺麗だなって思いますね。ここの1番のセブンスの裏コードがちょっとよくわかんない人のために説明しますと、ここのごちゃごちゃっとしたコードはですね、Dセブンスなんですね、この子は。Dセブンスが G メジャーセブンスに行っているんですが、ルートが向かう先のルートの半音上を弾くんですね。これは左手さんがやるお仕事です。左手さんのお仕事は次の、ルートの半音上を弾きましょうっていうのが、そのお仕事ですね。で、上に乗っかってきますのが、これがホールトーンが乗っかってきてます。こんな感じです。ホールトーンっていうのはですね、全音でこうやって発見発見発見黒鍵黒鍵黒鍵と発見発見発見黒鍵黒鍵黒鍵、こんな全音のスケールなんですけれども2種類あるんですね。これとこれ2個しか記憶しないでいいという便利なやつですね。藤井風さんが裏コードをやってクラスターをなんかやってるなーっていう時はだいたいホールトーンで右手ボーンってクラスターにしてます。で、このシーンはこのクラスターと D セブンスの形を維持しつつ、ちょっと D セブンスっぽいでしょ、っていうかまんま D セブンスだよねっていう
メロディーとホールトーンを維持しつつっていうシーンなので、このチャンチャンチャンがかっこいいんですね。こことかもホールトーンになってます。ここの部分なんですが、静かになった A メロが流れた後に続くコード進行がなんとにぎやか A メロさんなんですね。 A メロの後にもこれ来ちゃうっていう、いろんなところに入る。そんなにぎやか A メロさんですね。で、ちょっとトピックとしましてはここですね。ディミニッシュだとセブンスの上の右手がディミニッシュになってフラットナインスになっているんですけど、ここの音がね、今あの楽譜が飛んじゃったけど、これですね。この E 音が入ってないんですね。ここ弾いてないんですね。この音とこの音、この、メロディーが上の方にあって伴奏がちょっと離れた位置にあるみたいな、内声トップノートベースがこうやって音のその隙間があるっていう状態を作るのは、このコードだけじゃなくていろんな場所で見受けられるそのボイシングの特徴になります。そういう意味でここの E を抜いてるんだと思います。メロディーを目立たせるために、和音の構成音をメロディーから1個後ろの和音構成音は省くっていうことをやってるんじゃないかなと予想します。あとはですね、これ A の5度なので単純に5度抜いてるよっていう認識でも全然いいんじゃないかなと思います。A メロ2回繰り返して、その2回繰り返している感じがしないんですよね。あの構成、そのコード進行は一緒なのに、こうやってる伴奏が違ったり、メロディーがあの数年にここにっていう感じでね、こう常に変わっていく、常にここにだけど常に変わっていくという、そんな感じになってますので飽きが来ないっていう、同じ構成の部分なのに、同じにぎやか A メロなのに違うことをやっているっていう、そんなのが来まして、にぎやか A メロさんから、B メロですね。 B メロは、ヘ長調になってます。ですね、B メロさんのこの4-4で区切るんじゃなくて4-2で区切ってますね。4-2で区切って、ここから転調に向かうクッションっていうのを前の B メロでもやったんですが、前の B メロだと4-2で区切った後の2っていうのがここですね。この2小節、この2小節が、転調のクッションになっていて、この部分が藤井風2-5をやっていたので、ここのコードが F シャープセブンスのシャープナインスフラットナインスっていう形で、G メジャーセブンスに行くっていう、なんなんと同じコード進行をしていたんですが、それがマイナーセブンスに変わってます。マイナーセブンスが全音で連続した時はそれは2番と3番だと思ってください。次もそうです。 G とA、B フラットと C、
全音で連続するマイナーセブンスは2番と3番なので、そういうふうに考えるとこのような調合が触れます。この調合はあれですね、あのフラット3つついてさらにフラット3つついてっていう形になってますね。マイナーセブンスっていうふうには限らないんですが、コードタイプを、固定したまま平行移動で1音半上に上がると、単3度上に上がると、マイナーセブンスがこれ平行移動してますけど、メジャーセブンスでも何でもそうです。何でもかんでもコードタイプを変えずに1音半上に上がるとフラット3つつく転調になります。それを1回転調、2回転調って繰り返して、次がこれ D フラットマイナーセブンス来るかなっていうところで、キープするんですね。 D フラットメジャーセブンスがこれ、A フラットキーのダイアトニックの4番なので、それにつながるこの C マイナーセブンスっていう風なものが来てほしい場所で、 C マイナーのイレブンスだのフラット6だのっていうものを弾いているので、ここはちょっとオンコードチックになってますね。完全なパーフェクト C マイナーセブンスじゃないものがここに来てます。そしてここの部分が、次にサビの頭に行きますので、藤井風2-5的な部分が来てほしいんですね。なのでお尻が F シャープのシャープ9スフラット9スっていうものを来てほしいんですが、来てないんですね。この A メジャーが来ちゃってるんですね。ダーンダーンの音は聞こえてくるんですけど、この音が聞こえてくると思います。この音が F シャープから見るとシャープ9スっていう音なんですが、これ弾いてないんですね。で結局この構成音だけ取ると A メジャーの構成音になってます。この部分 F シャープセブンスシャープ9スが来てほしいところが A のメジャーになってて、 A のメジャーさんは D フラットさんから見るとこれがフラット6っていう音の幅になってますね。ここ、調合が一緒なので A フラットキーの4番の D フラットメジャーセブンスなんですが、ここ D フラットからのここっていうものを見ると D フラットメジャーキーももうちょっとシャープがフラットが1個増えたやつね、フラット5つのキーの同種単調転調っていう着用和音みたいな風に見えるんですね。 D フラットメジャーのフラット6に見えるんです。これすると D フラットマイナーっていうことになるんですが、それはちょっとフラット多すぎるっていうことで C シャープマイナーっていう風な表記になってます。なので E メジャーキーですね。 E メジャーキーの、4番っていうことになってます。この解釈はここからここを見た時の解釈なんですが、次の方を見るとここはですね3になってほしいんですね。ここはもう D キーになっててほしいんですよ。本当はここシャープ2個で書きたいんです。っていう微妙っていうのがここの表記です。このシャープ4個と A のトライアドっていう表記はなんとも微妙な表記になってます。まあそのあれですね、藤井風2-5の説得力としてここのターンターンが聞こえてくるので許されるでしょうっていう風になってるんじゃないかなと思います。ターン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 をやればいけるんです。G メジャーセブンス。そしてここの部分ですね。ここの部分、こことこの C メジャーセブンスの右手の E マイナートライアドさんが、キープされてます。上に上がっただけで弾いてる構成音は E マイナートライアドのままです。ルートが C から C シャープに半音上がってます。
メジャーセブンスコードのルートだけ半音上がるとマイナーセブンスフラットファイブというコードになります。この動きっていうのは4から4シャープっていう風に自分には見えましたので、デイキーの7番っていう風、7と7フラっていう風に見ないで、普通に G キーの5番、4シャープ、4っていう風に見ました。聞いてる感じもね、ここから、この動きは、まあ、聞けると思うんですよ。その次が、ここの方がなんかグッと来てるような気がするんですね。こっちの方が変異音な気がするんです。なので、G キーがいいんじゃないかなと。これ D キーだとすると、こっちの音がダイアトニックっていうことになりまして、こっちがフラットな音っていう風なことになるんですね。それはちょっと違うんじゃないかなと。こっちの方、ここは転調してきた時の感覚。ここの感覚は D キーから G キーに転調した時の感覚で、ここは G キーの、ルートがシャープしたな、4シャープだなっていう感覚で、で、普通のプライマリーなドミナントよいしょっていう、2小節を使って D セブンスをやっているっていうような、そんな形になってます。ここ表記がぐちゃっとしてますけど、ルートだけ変わってますね。上は、構成音を見れば明らかに D セブンスなんですが、5度じゃなくて、サーティーンスを弾いているっていうのはセンスですね。ここでも、4番のフラットサーティーンアイの手が来まして、サブドミナントマイナーが来てっていういつもの進行が、今までと同じ進行が流れていきます。で、最後ですね、藤井風2-5をしまして、6番がピカルディして終了っていう、そんな曲でございました。